ジョナサン・デイビッド。マジか。リーグワン優勝チームのリールからジョナサン・デイビッド。ドゥ、はい、神。はい、神。もうね、これがヒカックゲームズよ。いや、マジで。先週のピケに続き、ここで久保選手当てていく。もう一回、来るか、山頂。来たぞ。冷静に打ち抜け。オッケー。さあ、これで23得点目。これマジでやばくて。はい、守備。あ、待って、それまずい。うまい。あぶねえ、レイナ。え、ライブアップレートいいなのに。止めてから、ここに通って、山頂。オッケー。さあ、素晴らしいため、ファティのためから、山頂。皆さんどうもこんにちは、ヒカキゲームです。本日オイラプリ2020やっていきたいなと思います。本日はですね、毎週エージェントセカンドシーズンエピソード46最終回やっていきたいなと思います。いやー、ついにこの日が来てしまいました。1年近く続いた毎週エージェントセカンドシーズン、今回を最終回としていきたいなと思います。プレミア公開の皆様見てますか？そして動画で見てる皆様見てますか？おそらくですね、動画めちゃめちゃ長くなると思うんですけど、まあよかったら最後まで見ていただきたいなと思います。ということで、毎週エージェントセカンドシーズン最終回開幕していきましょう。よろしくお願いいたします。ではですね、まず前回の動画、本当にですね、高評価再生ありがとうございました。1年間ね、本当に頑張ってこられたのは皆様の高評価と再生のおかげだと思ってますので、改めて言わせてください。1年間ありがとうございました。そしてヒカ新聞、いやーこれすごいよね。毎週毎週これ作るのに多分 2,3 時間かかってると思うんですよ。それをですね、文句も言わず楽しく作ってくれて、半蔵さん1年間ありがとうございました。そして広告もね、最後がコードブルーっていうのもいいですけど、まあいろんな方が作ってくれて、広告とかヒカ新聞でも盛り上がることができましたので、本当にありがとうございました。最後コードブルーガッキーということで、ゲン幸せにしてくれよ。ということで前回のコメント見ていきましょう。みんなのミスは一人のミス、とんでもない思想を持ってて草。そうでも大丈夫、みんなのミスは一人のミス。いやもう最後の最後に最悪の言い間違いだよ。エデルとニセエデル、昔のライバル同士の対決みたいで感動。いやーこれ結構僕も感動しちゃいましたね。であとこのコメントね、既視感あると思ったらミュウツーの逆襲のピカチュウ対ピカチュウ。いやこれもめちゃめちゃわかるわ。でもあのスカットを作ってくれたペペさんにマジで感謝って感じですかね。お相手さんのスカットをしっかり毎週エージェントを見尽くしてる感がとても感じられて、とても感動した。いや毎週エージェントなってる。ということで、本日も毎週エージェントやっていきましょう。もうルールはね、いつも読んでるんですけど、今日はいいでしょう。みんな、最後の最後まで毎週エージェント楽しんでいってください。最後のですね、リーグ戦の結果見ていきましょう。現在2位ということで、もう2位フィニッシュ確定になったのかなと思います。いやー、走り切ったね。100得点、66失点。もう上位陣とは思えない失点数かましてますけど、その分得点もたくさん積み重ねてきたので、いやー、なんか感慨深いものがあるなーっていうのは思いますね。そしてチーム内の得点とアシスト。いやー、三女でめちゃくちゃ決めたね。そしてエデレもね、なんだかんだスパサブで出したのに14得点11アシストとめちゃくちゃ活躍してくれたので、まあ、エデレの発見っていうのもね、ある意味この毎週エージェントの成果になってくるんじゃないかなと思います。そしてこちら見てください、リーグの得点ランキング、サンチョ得点を取りました。いやーこれめちゃくちゃ嬉しいな。まあ現実だとね、ケインが得点王もアシスト王も取りましたけど、最終節前に達成しましたので、これはもう文句なしの毎週エージェントの中では得点王でいいんじゃないかなと思っております。ということで、このままですねガチャ補強いきましょう。7684件のご評価、がっつりと5回補強できますので、最後の最後まで楽しんでいきましょう。ということでいきましょう。いやーさあ、最後どんな引きができるのか、おそらくカニは難しいと思うんですけど、みんなの記憶に残る引きがしたい。ゴー、これは金玉、まあ、でも金のスタートはなかなかいいね。モラレス・ロメロ・ペレス、ありがとう。いや最後に黒玉出してね、なんかみんなと叫んで終わりたいなって気持ちはあるんだけど、いやでもなんか銀とか金だけで終わりそうな感じもあるんだよね。そうだよね、ポルトガルに黒玉はいません。ルイス・ディアス・イドリシ・ミナ、ありがとうございます。待って、大丈夫ね、大丈夫かな。最後もしかして銀ばっかりで終わるって、まあ、ある意味比較らしいっちゃ比較らしいけど、さあどうなるのか、最後頼むよ。お、イングランドはある、マジである。3回目、ゴー。ちょっと待ってね、これは、あでもトッテナムだね多分これね。あー、カルロス・ビニシウスか。はい、カルロス・ビニシウス・サシャ・ストルミン、ありがとうございます。うん、手が震えてきて、みんなに本当に記憶に残る引きができてるのかなって不安になってきてるけど、でも大丈夫、自分を待ってこれ、アルゼンチン来たでしょ。いやー最後の最後まで、なぜアルゼンチンやっぱね、持ってるわ僕、ある意味持ってるわハンカチ王子じゃないですけど、悪い方向で僕持ってるなっていうのをこれ実感しましたね。はい、スコッコエンジメルガレホ、ありがとうございます。この引き
めちゃめちゃスコ。さあということで、ラストいきましょうか。もう最後もフォワードで締めていきましょう。これがマイシュエイリアンとセカンドシーズンラストの引きになります。1年間見てくれて本当にありがとうございました。こんなに通常エージェント引いた人って多分僕以外にいないと思うんですよね。だから最後に黒玉を待って、あるぞイタリア、お願いします。ゴー。なあ、一番中途半端だけど、これはナポリのロサーノだ。いや、全然いい引きではあるけどね。最後はロサーノでしたね。お、ゴミスも来た。ロサーノ、ゴミス、お、ブッキ。おー、ある意味なんか、すごい引きでしたけど、こちらが、毎週エージェントセカンドシーズンのラストの引きになります。ありがとうございました。さあ、そして、このままですね、FP 進化最後の最後までやっていきたいなと思うんですけど、皆さん驚かないでください。奇跡起きたんですよ。何かっていうと、パリ・サンジェルマンでナバス、レアルでカゼミロ、リバプールでフィルミーノ、そして週刊 FP でジョナサン・デビッド。なんとですね、今週搭載のガチャ全てで FP 進化チャンスがあるんですよね。いや、こんなことある？最後の最後に僕これコナミさんからのプレゼントだと思ってますので、もう一つ一つしっかり引いていきましょう。さあ、まずはパリ・サンジェルマン。もうナバス何回目のチャレンジだよって感じですけど、最後に見せてくれよ、レイナと一緒にうちのチームを支えてくれたナバス、最後の最後に進化見せてくれよ、お願いします。ゴー。さあ次カゼミロ行こうか。結構最近の加入だけど、これね、ファビーノ選手を対談に追いやってカゼミロ加入させた。だからこそここでどっかで進化しよう。絶対に今日この4つせっかくあるから。さあカゼミロ引いて、僕はプレミア公開のみんなにほら見ろって言ってハテナってコメント連打させたい。さあ行くぞ、お願いします。ゴー。お、うん、違うね。え、待って、やばい。ちゃんと見て、2回、2回。さあ、リバプール行こっか。いや、フィルミーノはいけるでしょう。頼むよ、本当に。最後の最後だからね。フィルミーノはあんまり。あ、ちょっと待って。フィルミーノいなかったわ。あれ？あ！フィルミーノいね。あれ？あ、いなかった。あ、待って、やべえ。え、最後の最後にやらかしたわ。あ、フィルミーノいねえや。あ、そう、あ、え、あ、そう、あ、ちょ、最後何してんだよ、おいおい。お、全然しまない。こっちだ、あ、こっちにいる。あ、フィルミーノこっちにいるわ。あ、そういうことか。あ、なるほど。いや、どっかでいるなって思ったんだよね。いや、そっか。じゃあ、フィルミーノとジョナサン・デイビッドのこれダブル狙いだ。あ、オッケー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 。さあ、皆さん、奇跡を目撃する準備はできてるでしょうか。ここ最近、めちゃくちゃ FP 進化の調子がいい。これは間違いなく最高のフィナーレを迎えるためだと思ってます。この毎週エージェント1年間本当にたくさんの方に支えてもらってきた。だからこそ最高のガチャ結果で返そうじゃないか。さあ、イングランドかフランスだよ。まずはイングランドかフランスのうちね。まずはそこからだよ、お願い。来た、フランス 50% 引いてくれ、頼む。ゴー。よしよしよし、来た、最後に引いたぞみんな。ジョナサン・デイビッド FP 進化していく。神すぎる。しかもさ、聞いてよ、ジョナサン・デイビッド先週加入したのよ。迷ってサパタ黒引いたけど、サパタよりも優先してジョナサン・デイビッド引いたのよ。そしてここで一発で引く。いや、これもうドラマ以外の何者でもないでしょう。いや、これすごいね、最後の最後にこれ。いや、なんかすげえわ、ちょっとマジで涙出てきそう。このまま喋るとなんかすげえ涙出てきそうなんで、はい、このまま終わっていきましょう。絶対当たらないだろうって思ったみんなもいると思うけど、僕は当てた。これがマイシュエージェント、もうこれは最高のフィナーレになったんじゃないかなと思います。ということで、あ、ちなみに一応ね、一応不正してないってことを確認するために、はい、見てください。2回ちゃんと1回ずつしか引いてませんので、そこだけはちょっと理解していただきたいなと思います。ということで、じゃあ最後の転生作業していきましょう。ジョナサン・デビッド、ありがとうございました。まだね、試合にも出してないのにトレーナーにされるっていう悲しい展開ですけど、ありがとう。そしてこのまま転生作業していきましょう。じゃあもうこれレベマンになるでしょ、さすがに。いや、もうさ、これさ、ちょっとジョナサン・デビッドの育成も兼ねていいっすか。もういっぱい入れちゃう、もうめちゃめちゃ入れちゃう。オッケー、いっちゃおう。オッケー。さあ、もうこれはもう今週の育成も兼ねてジョナサン・デイビッドレベマにしていきます。さあ、デイビッドがデイビッドしていく。ありがとう。そしてこのまま
最後のスカット作っていきましょう。さあ一つ空いてますよね。そうジョナサン・デイビッド入れていきましょう。いや本当に迷ったんだけど、今回はですね最後このメンバーでやっていきたいなと思います。いやーちょっとね分かんなかった。僕も何が正解かは分からなかったんですけど、とにかく最後使いたいメンバーを詰め込んで、いや全員ね、あの全員使いたいのよ。他の人が使いたくないとかではないんですけど、最後はこのメンバーであの試合の方を決めていきたいなと思います。ということで第38節比較FCシーズン1のスカットとの対決になりますので、本当にですねどんなスカットになるか僕もちょっと忘れちゃってるところあるので、どんなスカットになるかわからないんですけど、最後の最後過去の自分を超えて伝説を作っていきます。では試合に行きましょう。レッツゴー。さあ、やってまいりました。先ほどですねツイッターで対戦相手募集したんですけど、シーズン1のスカットにもかかわらず5秒間で5人の方から応募ありました。いや本当にみんなありがとうね。本当は全員と試合したいぐらいなんですけど、はい、1番目の鳥さんと対戦していきたいなと思います。いや本当にもうねこのみんなの気持ちを考えたら最後いい試合するしかないと思ってますので、まあ勝つことを目指すのはそうですけど、みんなあれだよな、楽しむ、やっていきましょう。シーズン1で愛を注がれた男たちさん、よろしくお願いいたします。さあ調子ゴー。おお見て、不調以下がいない、こんな最高なことある。てか待って、久保選手スパサブだからさ、ディバラ入れよっか。はい、じゃあこの2人で、あここだけ交代して、これでいきましょうかね。いやいい、最終節のスタメンはこれでいきましょう。そして7分に試合時間を設定して夜にしよっか。もう夜で夜中のパーティーを楽しんでいきましょう。そしてワイズさんゴー。いやもう最高だよ。いやこの FP 進化してる感じもさ、あっちはあっちで強くなったんだよみたいな感じがあってめちゃくちゃいいですよね。さあよろしくお願いします。最高の試合、最高の相手と最後の試合やっていきましょう。さあよろしくお願いいたします。いやグリーズマンとかも懐かしいね。さあ開幕いきなり見ていくよ。開幕あるよ。さあ来た、待って、ボーエン。いや待って、いやねいなじゃいな、いや待って、相手のレイナおかしいだろ今の動き。最高すぎるな、いきなり最高だったね。さあただ攻撃の手は緩めないよ、いくら相手が OB だからといっても。さあディバラどうするか、サイドの上がり方を見て、さあボーエンダブルタッチいけるか、いけない。うわーいい攻撃が入ってんだけどね。さあここ おっとこれ、おお、嘘でしょ、ちょっとね、おはいつさん、え、ちょっと大丈夫かな、シーズン1の人たち。ちょっとなまってない、久しぶりの試合かな。なんかよくあるじゃん、部活とかでさ OB の人来てちょっとなんかあれみたいな。さあ大丈夫、ここ取れんじゃない、いや待って気をつけて。さあここしっかりと守備、いやいいね、デイビス、デイビスじゃない、デイビッドか、ジョナサン・デイビス。はい、サンチョから来た、フィルミーノ来たよ。さあフィルミーノ打って、オッケー、ナイス。さあ集中しちゃいましたが、さあサンチョからフィルミーノ、やばい、なんか煽りみたいになっちゃったけど、オッケー、フィルミーノ決めていく。さあこれはサンチョ、待って見えない、カメラワーク最悪すぎるって、カメラワークがさ、こんな最悪なカメラワークある、最終節は。ちょっと見えなすぎる見えなすぎるって、それは。いやもうフィルミーノ丁寧に、めちゃくちゃ丁寧にいったからね。オッケーオッケーオッケー。いやゴロビン懐かしいな、ゴロビン前作めちゃくちゃ強かったんですよね。いやまあ今作もまあまあ悪くないと思うんですけど、やばい気をつけて。さあフィルミーノここどうする、うわーラキシッチか。さあここ待って、ちょっとカーソルがおかしい、カーソルおかしいんです、うん、ガチグリーズマンやばすぎ、え待って、うわしかもなんか懐かしいなそのダンスも、いや待ってこれはちょっとシーズン1のグリーズマンえぐいな、これやば、なんか俺たちは負けねえぞってそんな一発だったね、これ。いやこれはだって入ると思わないじゃん、うわマジか、これは完全にやられた。うわでもなんかさ、シーズン1のパフォーマンスっていうとさ、あの竹馬パフォーマンス覚えてる、馬跳びだっけ竹馬だっけ忘れちゃったけど、いやあれめっちゃ懐かしいよな。さあここも落ち着いて一旦後ろ戻します、一旦後ろ戻して逆サイドに振る。さあデストから待って、もう一度、はいオッケー、これいいよ。そしてここ出る、さあディバラちょっと持って、さあ止めて、いやー出ちゃうんかい、そのまま出ちゃうの、えちょっとカッコつけさせてよ今のは。クロースか、いやー長友さんもいたよね、いや日本人枠みたいな感じで長友選手めちゃくちゃ使ってたからね。はい、さあ集中、お取れるんじゃない、ナイス風見ろ、来たよこれは、来た絶対来た。山頂ダブルタッチからもう一度、いやーもう一度折り返せればな今の、惜しいね、いやいいよ攻撃はかなりいい。さあジョナサン・デイビッド戻して、ここ気をつけて、ケインケインのところ2人で詰める、そう、偉い、あるよ、大丈夫、マジで、いやガチか、
エースケインここで本領発揮してきたね。いやガチか。いや今のところちょっと焦る。いやちょっとノーシーダブルプレスしすぎたかな。いやそんな悪くもなかったと思うんだけどね。ここギュッ、エースだね。これがエースだよ。この苦しい状況で決め切る、まさにこれがシーズン1の背中を見せてくれてるのかもしれない。でも超えさせてもらっていいですか先輩。その背中超えるためにありますから。さあということで前半1対2か、まあ、悪くない展開ではあるんですけどね。さあ交代入れていきましょうか。ヤルチュンいけるか。はい、エレベルと変わろう。ヤルチュン、そしていやとりあえずこれで変わろうか。さあヤルチュン、この今負けてる状況、最終節待ってくれるか、任せてください。今まで自分勝手な言動でファンやサポーター監督のみんなを困らせてきました。でも今日だけは違う。今日は必ず僕の右足で、僕の右足でチームを勝利に導きたいなと思います。ビーバーやるちゅ。さあ行こうか、絶対に勝つぞ、負けられない。最後相手がファーストシーズンだからって負けることはできないんだ。こんな最後までヒカックらしいねとかそんな動画の展開を気にしていない。そうデイビッドから出る。さあ山頂いいぞ、来た。ディバラ前に出る、そしてここだ、ヤルチュンが落ち着く。ヤルチュンから山頂来た、完璧すぎ。いやもうこれよこれ。さあヤルチュンが完璧なアシストから山頂の叩きつけるようなゴール、これがエースってもんですよ。ケインで来るなら山頂で返す、これがファーストシーズン対セカンドシーズンの戦いよ。いやかっこいいね。このヤルチュンのキープもすごい良かったし、このサンチョのゴールもすげえいいよ。さあこの最高の展開だね。いや勝つよ、マジで勝つよ、負けられない。 U24 対代表戦みたいな感じで、まさにうちが代表よ。さあ過去の自分には負けられない、過去の自分を超えたからこそセカンドシーズンがあるんだ。さあ縦切るよ、縦切るよ、取れる、よし取った、ナイスすぎる。さあ来た、裏取れる、ナイス。サンチョ行くぞ、サンチョ行ってヤルチュン決めろ、オッケー。さあヤルチュンの決勝点これだよ、これ比較して一気に逆転。さあヤルチュン素晴らしい、ここで決め切った、かっこいいんだよ。やっぱりねやる男なんだよこの男は。そう今までいろんな形で歯向かってきたけど、でも最後は結果で見せる、それがヤルチュンじゃん。かっこいいよ、本当にかっこいいよ。さあここでお相手が交代を切ってくる。ほう、でもさあどうする、いや入れるか。さあレイナ今日今のところあんまり見せ場はないけど、ナバスと変わろうか。いやレイナも本当に素晴らしい選手だったけど、やっぱりシーズン2の守護神を語る上でナバスやっぱり語らずにはいられないのかなというところで、最終節ナバスとレイナ変えていきたいなと思います。さあナバス頼んだよ、最後までここから無失点でいこう。あなたならやれるカシージャス。さあ行くぞ。さあ絶対にこのまま無失点で3対2でもいい、いやダメだ、5対2ぐらい取っていこうぜ。得点はもういくらあってもいいですからね。さあ待って、なんで出てんの、ちょっと待って、びっくりした、勝手に出してた僕が。ハーランドやばい、ちょっと待ってこれで出すのはまずいよ、分かってた。はい、さあロバートソン気をつけてサイド切りながら、いやうまいなそれ、待ってそれはうまい、危ね、いやガチで、いやうますぎるそれは、いやガチか、普通にやられたんだけど、はハーランド、てかハーランドってファーストシーズンいたっけ、それに今気づいたんだけど、いやガチで、いやちょっいやここうまくね普通に、いやこれは止めらんないわ。ちょっとナバスいきなり出てきて失点かますっていうとんでもない悪い展開になってますけど、いやこれうまくねホワイトさんが、これはもうホワイトさん褒めよう。うん、やっぱりね何事も何かミスを見つけるんじゃなくていいところを見つける、それがやっぱりね良くなっていく証拠ですから。残り25分、大丈夫だよやれるよ。さあここ待ってサンチョが行っちゃうのよ、うわーとレイナくそー、いやーすごいね、すごい戦いになってきたねこれはね、うわ強いそれはやばい。さあ来た、ボーエン行くよ。さあどうする、中入れちゃおっか、シンプルに中に入れちゃう、いやー中に入れちゃったー、チャロフじゃん、っていうかチャロフ来てんじゃん、取れる、よしオッケー。さあナイスアチェルビー、ディバラどうするか、ここ入れるじゃん、でここ来た、ヤルチュン絶対にいけ、シュートフェイント、いやーっとかわせないか、いや今のちょっとスペースなかったね、うわーガチか、いや悪くなかったんだけどね、ヤルチュンの抜け出しは最高だった。さあ残り10分、決め切って終わろう。さあ交代、次止まったら交代入れよう。さあここ気をつけて、カーソルだ気をつけて、大丈夫。
再度、嘘、やばい、やばい、ナマス、さすがだ、そこを止めるのが男だよ、ナマスという男は。最後まで、最後までやるんだよ。そう、そういうこと、ヤルチュン。ヤルチュンから来た、サンチョ、決めろ、来たー、よし、よし、来た、やはりこのホットライン。そして試合を決めるのはサンチョだってか。なんでそのゴールが入るんだよ、めちゃくちゃうまいわ、やっぱサンチョという男は。最高だよ本当に、これが決められるのがうちのエースだよ。そう、ナイスゴール、いや、いらない。さあ、ということで終わっていく、最後はなんかすごい終わり方でしたけど、4対3、いや、いい試合だったんじゃないかな。これはもう最後にふさわしい打ち合い、比較級シティらしい試合が最後までできたんじゃないかなと思います。対戦ありがとうございました。そしてマッチメント、いや、すごかったね。1回はね、逆転されるんですけど、なんとかサンチョやるチュン、この2人もほぼ2人でやってるからね、サッカーね。いや、これはすごい試合でしたね。対戦ありがとうございました。正常化、おやっぱでもサンチョが最後しっかり MOM 取ってくれるっていうのが、なんか最後比較級シティらしくていいっすよね。はい、ありがとうございます。4.5、 PK だけ 4.5、 ちょっとかわいそうですけど、いや、でもレイナ 5.5 いいね。さあ、ワイトさん、おー、ハリーケン、グリーズマン、チャロフ、うわー、チャロフとかも使ってたなー。ヒメネス、ゴロビン、銀テーロ、今銀なんだね、銀テーロじゃん。はい、ペペレイナと、いや、ペペレイナ、うちのペペレイナのが優れてたってことで大丈夫ですかね。いやー、対戦ありがとうございました。ということで今回マイケルリアントセカンドシーズン最終節、終わっていきたいなと思います。本当に1年間たくさんの応援ありがとうございました。まあ、ファーストシーズンからのセカンドシーズンということで、今作もね、気合い入れて編集続けてきたんですけど、46週間ですよ。ここまで長い間走り切れたのは、本当に最初にも言いましたけど、支えてくださった皆様のおかげだと思ってます。本当にありがとうございました。まあ、僕の中ではね、やっぱりその試合を動画にするっていうのがなかなか抵抗ある中で、最初に始めたのがこのマイシーエージェントだったんですよね。っていうところで、自分の中でもすごい思い入れのある企画が、こうやってですね、また次のシーズン、セカンドシーズンも走り切れたのは本当に幸せだなと思っております。そしてサードシーズン、おそらくね、あの次のシーズンに合わせてまたやっていくと思うんですけど、よかったら次の比較系 FC も応援していただきたいなと思います。セカンドシーズンはこれで終わっていきますが、本当にここまでクソお世話になりました。 To be continue、 バイバイ。毎週エージェントセカンドシーズンエピソード1、やっていきたいなと思っております。ついに来ましたよ。もう僕が誰よりも楽しみにしていたこの企画なんですけど、新たなシーズンで毎週エージェントやっていきたいなと思っております。記念すべき毎週エージェントセカンドシーズン一発目のガチャ、いきましょう。さあ、来ました。さあ、ここでね、金とか出したいところですけど、どこ来る、どこ来る、嘘やん、ロシア、マジロシア、マジ、なかなかこの光景見られないよ。見て、誰もいない、そして誰もいなくなった。さあ、ということで新生比較系 FC 完成いたしました。今週の助っ人、チームスピリット45ってどういうことだよ。あー、来た来た来た、ほらほらほらね、ほら見ろ、ほらリラロ、来た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 、誰誰誰、はい、あ、これはさ、ラポルトじゃない。ハリム・フレイ選手、メルガレホ選手、エデル、あ、待って、エデルか、これスパサブエデルじゃない、待って、ついにスパサブ加入来た。さあ、ということでやっていきましょう。さあ、ラスト、あと30分ね、2点差だから大丈夫だよ。いや、でもね、この前80分から2点差追いつかれたから全然安心できない。待ってよ、やるちゅう早い、やるちゅう早い、なになになに、待って、嘘やん、やるちゅう選手獲得していきます、ありがとうございます。デレアリの下には柴田さんいるしね、こういうとこすげえよくて、そしてサンチョ、サンチョ、オッケー、ナイス、しっかり冷静に決めていく、サンチョ。まあまあまあ、誰でしょう、レッツゴー。うわー、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 やばいって、ナバス、カンパーニャ、ルートボフォン、うぅ、来た、ケイロル、お願いします、サンチョ、うちのエースよ、覚醒して比較級士を引っ張って優勝に導いてくれ、お願いします。さあ、サンチョ、1、2、サンチョの順番で、さあ、出てください、お願いします。一発目、ゴッガースペクトお願いします。マジで、本気の一発、マジで横っ飛び、横っ飛び、横に飛んでくれ、イタリアから横に、横に来てくれ、ゴッよっしゃー。はい、今回対戦する実況者は、ボクくんゲームさーん、サンチョ、ちょっと待って、ねえ、待って、ありえない、ありえない、これは。ほら来た、黒玉、ほらね、言ったでしょ、待って来たんだけど、来たんだけど、これ最高すぎないか、これは。え、アチェルビだよね。ちょっと待って、え、わからない、わからない、やりすぎです。
やりすぎ。来た、待って、噛みすぎる。お願い、 33% 来い。来たー来たー。ドゥ、はい神、はい神。もうね、これがヒカックゲームズよ。雨の日も君のこと見守ってるよ。明日また走り出そうよ。新しいこの扉開くのは君だ。